だ米だ米だ米だ一米だ。週刊プレイボーイ SKU48 松村かおりの今夜も一米だ。ググダスのバーイ。高い高い声、声が高い。高くないですよ。高い。何ですかその感じは。じゃあ早速ですね、はい、自己紹介をお願いします。はいはい、ゴーゴーレッツゴーレッツゴーまたかっこファイビーナンバーワン SKE のチアリーダーチーム E の出た梅本まどかです。イエーイ、はい、よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、出た出た。ちょっと待って、はい、やばい、冷房になってる。寒い、まあ、すいません寒いです。寒いね、これ。そう、なんで冷房になったの。寒いよ。イエーイイエーイイエーイ。寒い。どうして冷たい。今、今ね、冷たい風が。よいしょ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 。はい、ありがとうございます。凍らせということで、はい、チーム E のハラミナ、ハラミナミ、のぞみちゃんって言おうとしてるもんね。ハラミナちゃんからの紹介で、じゃじゃーん、はい、もうこの絵もめっちゃわかりやすいね。どえ、でも顔ひどくないですか、ちょっとこれ。顔ではでも判別でき、まあでもそこでがわかるよね、この体だよね、多分。いや、このゴーだと思いますよ。これか、これか、これ、これ似てる。いや、似てないですね、正直。ちょっとひどい。はい、最初見た時もう、あ、見たんですよ、南の。ああ、そうなんだ。いや、これひどいでしょって思いましたもん。もう、あ、みんなダメだって、残念、まあ、しかも説明もめっちゃ適当でしたね、適当だったね、すっごい適当だった。うんね、そんなわけで、はい、梅ちゃん、チーム E。 はい、チーム E 結構出たな、チーム E も。本当ですか。うん、そういえば梅ちゃんまだだったね。はい、出たかったです。ありがとう。結構見てたんですよ、いらない。あ、本当に。はい、あの、結構なんだろう、あの、仕事っぽくなくていいから。はい、わかりました。本当に、はい、自然な感じで。自然な感じでお願いします。はい、ありがとうございます。もう寒いね、冷房寒いよ、マジで。よし、じゃあそんなわけでですね、はい、あ、やばい、忘れた。あれだ、え、ちょ、ググタスの方ね。はい、もうやばぎる、ちょっとダメなの、もう忘れてしまった。よいしょ、ググタスの方で、はい、あのファンの方からの質問とかをね、はい、よいしょ、募集したので、あの、はい、それに答えてほしくて、このはいといえの札を使ってですね、はい、2択のものをどんどん答えてもらって、後からいろいろ深く聞いていきたいと思うので、はい、はい、怖いな、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速、よいしょ、いきたいと思います。はい、はい、ナンバーワンはそろそろ飽きてこないですか。飽きてこないです。どっちだ、飽きてこないですか。来ない、飽きなかったらはいですか。飽きてこない、飽きてこないですか。だからはいだと飽きてないですってなる。あ、はい、え、違う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 、え、飽きてこないだから飽きてきてないですかってことだから、飽きてこないだから飽きて、飽きてませんかってことで合ってますよね。飽きてませんかみたいな。え、なんで飽きてこないだから、あれ、そろそろ飽きてこないですか。まあ、とりあえず飽きません。はい、ちなみに今の声は鈴木ちゃんです。よし、はい、次、読解、力ないから。このモノマネをされるのは嫌ですか。モノマネをされるのは、うん、ハメちゃんのね、半々です、ね、あ、両方でもいいよね。はい、じゃあ両方で。次、SKE のメンバーの中で自分がナンバーワンだと思うものはありますか。はい、大学を辞めたことには後悔していませんか。はい、チーム E の、うん、いいところを3つ以上言えますか。はい、もちろんです。チーム E をまとめるのは大変だ。両方。AKB グループのキャプテンで目標としている人はいますか。うん、目標、両方。次、やりたいユニット曲はありますか。はい、梅ちゃんよりもまどかって呼ばれたいですか。はい。あ、そうなんだ。はい、ストレッチ講座の復活を考えていますか。両方で。はい、歌やダンス以外でチャレンジしたいことはありますか。はい、
チアリーダーとしての経験は SK の活動に役立っていますか？はい、バイクとサイドカーのミュージックビデオの撮影裏話はありますか？はい、行ってこい48でダイジャのダイジャと格闘してからは怖いものはない、はい、いいえ仕事以外でバイクのレースなど見に行ったことはありますか？以外で、はい、クイバラでの、芸人さんとの絡みは勉強になりますか？はい、149分の1恋愛総選挙での裏話はありますか？はい、で最後に、今年の個人の目標はありますか？はい、はい、以上なんですけど、まあ、ここからいろいろ聞いていきたいと思います、はいまず最初、ナンバーワンはそろそろ飽きてこないですか？じゃあ真似してますか、まず。じゃあ私できないんだって、梅ちゃんの名前。ナンバーワン、ナンバーワン、言って言って、ナンバーワン。なんでそんな高い声出んの？高いんですか？なんか張って張る。ナンバーワン。ちょっと全然ダメですよ。ルミさん似てるよね。似てないですよ。水木さんも似てる。いや似てないですよ。嘘、似てないです。じゃあ自分的に一番似てるなって思ったの誰？今まででメイメイ。あー、そうなんだ。メイメイ、似てますね。似てる？え、公園でやってる？公園で、まあ、たまに、今最近はそうなんですけど、うん、前やってた？前やって。あ、そうなんだ。流行った時にすごく。え、出ないもん。ナンバーワン。いや、そんななんか、どうなの？ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、あの、なんか、ナンバーワン、ナンバーワン、なんか、春みたいな、春を春みたいな。ね、の、お腹から出してる？喉から出してる？お腹から、なんて言うんですか？ナンバーワン、ナンバーワンみたいな、なんかテンション上げると高くなるじゃないですか、うんうん、その感じで張ってる感じです。ナンバーワンできない、できないよ、はい、できない。まあ飽きてはね、ない、まあ、飽きません。これは多分、これはもう初期からずっと押してってるよね、自分の中で。そうですね、なんかチアをやってる時に、あのスタンツって言って人と人を組み合わせる時とかあるんですけど、うん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 、結構掛け声とかかけたり、決まった時にかけたりする声で、はいはいはい、やっぱりなんだろう、そういうチアの良さをもっと伝えたいなって部分もあったし、そういうのは取り入れたいなと思ったんで、ここは譲れないっていう。なるほど。え、他にはなんかさあるの、フレーズ？あります。全然ビクトリーとかも言いますし、ほうほう、あとウーイエイとかも言ったりとか、3、2、1、5とかもあります。お、まあ、その中でちょっとキャッチフレーズにチョイスしたのはナンバーワンみたいな。そうすれば、うん、なんだろう、自分の意思も伝わるし、強い感じがするかなっていう。待って、強い感じを求めたの？はい、あ、そうなんだ。違いますか？強さは多分出てないと思う。あれ、本当ですか？出てる？いや、なんかインパクトとかそういう、なんだろう、インパクトあるよ、強さも別に。はないと思う。ないですか？うん、インパクトはあると思う。じゃあこれから出していきます強さを。そうなんだ、はい、強さを表してたんだ。本当ですか？そうなんだ、はい、ちょっと分かんない。面白いね、めっちゃ。でね、そんなモノマネをね、はい、そうそう、さっきも言ってたんですけど、はい、どうなの、結構いじられるじゃん、そういう面では。そうですね、なんか特にキャッチフレーズとかいじられるじゃんね。そうですね。どうなの実際？どうなんだろう、なんかそれで知ってくださる方もいるじゃないですか、うん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 、だからそういう面では嬉しい、反面似てないよみたいな。もう似てないけど、はい、みたいな感じはあります。あ、なるほど、ね、でもそれで本当に知ってくださった方はたくさんいるので、うんうんうん、なんかすごく嫌だとは思ってないですね。あ、そのいじってくれる人に出しても、はい、いじられてもって感じ、はい、ただ似てないってところだけは、あの、そ認めはしないよ、はい、認めはしないけど、でもはい、そんな感じですね。なるほど、ありがとうございます。次がですね、はい、まあね、そんな SK のメンバーの中で、まあ、ナンバーワンと思うことは、はい、はい、を挙げてたんだけど、はい、あるということで、ありますか、具体的に。そうですね、うん、なんて言うんですか、こういう張る、声を張って出すこととか、はいはいはい、そういうチア要素の面、元気とか笑顔とかではやっぱ一番かなっていう。そこは負けたくないなっていうのがあります。あ、メンバーにも、はい、うん、なんか、はい、逆にじゃあ短所って何、自分の不器用な、そこが、あ、不器用なところか、はい、あー、なるほどね。細
かい作業、手作業が。うんうんうん。めっちゃ笑われてるよ。なんでなんで。結構苦手だなって。絵とか描くのにも。絵は上手いって。違うんです。文章書くのでもめっちゃ時間かけるんですこの人。あ、ま、本当に真面目なんじゃなくてそれは。真面目なのはあるんですけど、書けないんです適当に。書けない。適当じゃなくてもなんか簡単に書けばいいじゃんって言うじゃないですか、うんうん、その簡単がわからないんですよ。なんか上手いから簡単にできるじゃないですか、でその域に達することがあんまりできないっていうのが多いかな。この不器用なところが短所、短所かなって思う。時間かかります、やっぱりいろんなことに。でもそれはその分一生懸命ね取り組んでるっていうことだからプラスにも考えれると思うけどね。まあでもそれが簡単にできたらもっといろんなことができるなってところ。あ、その時間を他に費やしてっていうね、幅が広がるなって思われて、ちょっと短所だけど、ね、まあ上達させればいいかなと思って、いろいろやってます。不器用な梅ちゃん、はい、私見たことないけどね、不器用なところ。本当ですか、うん、じゃあいやでも鈴木が納得してるからチームの方が多分分かるのかなと思うけども。そうですね、分かるかな、はい。じゃあ次がですね、はい、はい、大学を辞めたことには後悔していませんかということで、はい、どう、もうどれぐらい経つの？もう1年経つ、うん、経ちますね。経つか、1年半ぐらい。そんな経った、はい、早いね。誕生日の時にはめっちゃ経ったし。そっか、はい、どう、その生活というかもう1年経ったらさ、多分その時の1年間と入った年の1年間となんかそのまま続けてたら結局卒業できないって話だったんですよ。あ、なんか、はい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 、まあ私の選んだ学部が悪かったっていうのは、でもやりたいことあったら嫌だったんですけど、はいはいはい、なんか1年に2回しか休めないそれきついね。休んだ留年、あ、もうアウトみたいな、それが必須だったんで、はいはいはい、もうどっちか取るしかないな。2回しか休めないの？しかもそれが 3,4 限で公演と鈍化だったんで、うん、朝とかだったらまだそうだよね、 1,2 限だったらね全然。自分は絶対に公演だけは休みたくないし、うんうんうん、リハも絶対に出たいタイプなんで、はいはいはい、リハーサルね、うん、嫌だなみたいな。そうだったんだ。そんな厳しいのあるの大学って？あります。いや、なんかその教科だけなんですけど、たまたまちょっと実験があったんで。なるほど、無理だなと思って。そうだったんだね。選択肢は一つしかなかったです。おお、そんなことがあったのか2回はきついね。きつい、1年に1回は。はい、インフルエンザとか変な話になったらもうおしまいじゃない、それはそれで。でもインフルエンザだったらあれ、 あれになるのか、なしになるのか。うん、大変だったんだね。じゃあだからいろいろ悩んで。そうだったんだ、はい、両立は。高校の時はどうだったの？入ってきた時は高校生だったじゃん。でもあれちょこっとしかしてないか。はい、そんな両立っていう両立でもない高校の時は。そうですね、でも高校の時は、うん、むしろもうずっとチアとの両立だったんで、あ、そんな人として、まあ勉強も普通にしないといけなかったんで、チアの時から。だからそこはなんか今と変わんないというか、急になんかもうわざわざ大変っていうよりは。そうですね、まあ期間も短かったんで、そんなに。そうだったんだね、はい。ね、大学生でも SK も多いから ね、 そうですね、結構いるよね、まあ、大学芸歴。え、全然いますね、いっぱい。本当だよねすごいよね、はい、いやいやいや、ありがとうございます。じゃあ次がチーム E の、はい、いいところ3つ以上言えますか？全然言えますよじゃあ言ってみて、ざっと。ざっとですか、うん、ざっと言ってじゃ。いいところ、え、何から。なんか、うん、E はみんな、なんだろう、結構個性が強いと思うんですよ、はいはいはい、まだ隠れてるんですけど、うん、実はすごいいいところを持ってて、それを最近みんなでちゃんとお互いを伸ばそうっていうかの結構考えてる、はい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 、多かったりとか、あとはなんだろう、みんな、なん、最近本当になんか話すようになってきて、うん、引き出そうっていう思いが強くなって、チームだなって、はい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 、あって、あとはみんな歌うのが好きですね。うん、すごいっていうのと、何でも言い合えるし、はい、結構美意識が高いかな。
なって最近思いますそうだね、そうだね、はい、そうだよね、はい、あとはやっぱり身長高かったりもするんで、結構いろんなメンバーが、あとはやっぱチーム E のなんか魅力っていうんですか、なんか良さっていうかのはやっぱり結構可愛い系のメンバーが多いんで、うーん、そういうところがいいとこかな。3つぐらい今、はい、結構まあいろいろまとめて、そうまとめて言ったね、はい、そんなチーム E、 ほんと歌うのは好きですね。うーん、1人が歌うとみんな乗ってくるんですよ。確かになんかガヤガヤしてるイメージすごい多いかも、うん、なんか、うん、みなみとかが歌い出すと、うん、それにハモリを入れながら歌ってきたりとか、うん、それ何、普通になんか待ち時間とか、そういう時とかに、はい、準備中とかに、そうですね、そうなんだ。一人がハマったらみんな結構ハマったりもしますね。へえ、だから共有できるのがすごく多いな、歌を、はい、なるほど、歌だけじゃない、なんかアニメとかでもあるし、漫画とかドラマとか映画とか、誰かが行くとみんな行き出してますからね。なんかそれ確かになんかE の子たちってそんな気がする。漫画とかそんなイメージ、なんか貸してみたいな、みんなわーって読んでみたいな、結構多いよね、共通の話題を一個いいよって言うと結構それを、うん、なんていうの、みんなで分かち合おうっていう、ほい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 、でも結構意外と個性も強いんで、うん、まあ、そこが最近出てきてもっともっと出せたらいいなと思ってるところなんですけど、でも本当に、うん、子も結構強いんで、自分たちが持ってる子も、ね、はい、結成しても2年経った、3年目ですね、これから今3年目か、はい、3年目です。おー、逆上がり公演をしてて、はい、今はパジャマドライブからどれぐらい経ったの？パジャドラからは1年、ん？ 1 年経ってないくらいですね。まだ逆上がり1年経ってないんですよ。そっか、まだ経ってないのか、逆上がり。そっかそっか、だからまだ、なるほど、はい、そんなね、チーム E をですね、はい、まあ、まとめてる梅ちゃんなんですけども、はい、まあ、チーム E をまとめるのは大変かというのが、まあ、両方そうですね、やったね、どうなの、大変、どうなの、実際なんかさ、正直言うとさ、初期の E とはもうさ、メンバーも違うしさ、うん、今ってだいぶ違うじゃん、一番最初の時と比べたら、うん、今は今でどうなの、その今でも、うん、なんだろう、本当に前よりもお互いを大切にするじゃないですけど、うん、なんかやっぱり入った当初とか最初のEだと、そのパジャドラやってた時とかね、は、うん、なんかちょうどいろんなメディアも増えてきた時だったじゃないですか。そうだね。で、なんだろう、Eの中でも出れる子出れない子がちょうど、うん、こう分かれてきて、先輩もいるしみたいな感じで、結構なんか誰かが出た時にもうみんな頑張らなきゃ頑張らなきゃって感じだったのが、最近は結構この子が今こうだからこういうことを使えば全体も良くなるんだなっていうのが見えてくるようになって、だいぶ変わったかなっていうのがあります。本当に最初は大変だった、一番最初の方、一番最初の方、そう、大変、そうですね、やっぱ言われた時とか解散とかは本当に、ほう、あったね、あったね、そういう時話して知ってる？話したことある？あります、あるっていうか、なんかそのリーダー、あの座談会みたいなのでも話したことあるし、じゃあ乗ってるわ、全然こうになってるのか、はい、こうじゃない、あ、また間違えた、公になってる、あー、ダメだ、ごめん、ごめん、これこの間間違えたのか、公になっちゃう、はい、公に、こうって書くじゃん、はい、きますね、私こうって読んじゃって間違えた、あ、ずっと読んでるんですか、そうやって、でも分かってるんだけど出ちゃうの、わかります、ごめんね、いや、出てる、あー、難しい、もう公、公、うん、公に出てるんだね、はい、あったね、そうですね、そんなこともありましたね、はい、だからその時はやっぱり辛かったし、いつ頃だっけ、それって、それは始まる、パジャドラ始まる前とか、始まる前だっけ、今言われました、なんかあの決まってたんですけど、うんうんうん、そのまだステージやる前とかにも言われましたし、その最初からだったっけ、おお、決めたけどもう一回やり直す、あった、あった気がする、なんか普通にさ、なんだろう、
みんな行った時ではね、研究生とかも多分レッスン出てた時とかに言ってた気がするわ、それは。ほんとね、いろんなことあったよね、いいって、はい、多分あんまり知られてないだけで。そうですね、なんか結構きついことを言われてるなぁと、こう外からね見てるとすごい思う。そうです。でもなんかやっぱり年数でいうと短いじゃないですか、いいわ。でも、まあ、一番下だからね、チームとしては。っていうのもあって、うん、なんだろう、なんかこの前ヒストリーブック持ってたじゃないですか、それも、ね、なんだろう、自分的に読んで、うん、そのやっぱり少ない分、なんかまだまだ伝えきれてないところもあるし、うん、もっとなんだろう、こうじゃないところもある、なん伝え、本当に伝えきれない部分があるな、あるなって思って、もっともっと知ってもらって、そしたらなんかいろんな出るじゃないですか。そうだね。でみんなのこういうことがあったとか、そのもっともっといいの魅力とかを知ってもらえたらいいな。おお、なんだろう、広めるというか、なんか難しいよね、多分きっと。そうですね、まあやっぱ一番最後にできたチームなんで、んそれはでももう分かってることだし、自分たちも、うん、だからそこが壁っていうか、そこを乗り越えれたらやっぱりもっともっと強くなれるなっていうのをみんなで言ってますね。公演は逆上がりになってからはなんか変わったなとか、じゃあお客さんの反応だったりとか、そういうのはあったでした？なこう、でも全然違うジャンルなんで。そうだね、公演の内容がね、はい、ちょっと違うから、ね、全然イメージが、うん、でも、まあ、パジャドラの時もそんな、なんだろう、可愛いって思う。でも、E のイメージはやっぱり可愛い系だと思ってるんで、うん、でも、なんか力強さが出たかな、逆上がりをやった。ああ、そうだね、確かに。あとは、なんか結構、その強い歌が多いからこそ、うん、街角のパーティーが映えてるなっていうのは自分的に感じてます。あ、明るい曲だもんね、一曲で、うんうんうん、なんだろう、チーム E の街角のパーティーは違うなっていうのかな。なんかやっぱ K さんがやってて、そうだね、お下がりだから、やっぱ逆上がりって感じじゃないですか、すごく、うん、でもなんかチーム E って逆上がり公演って言ったら、まあ 2B コンティニュードもなんですけど、うん、街角のパーティーが一番いいらしさが出てるっていうか、よりそれを感じれましたね。なるほど、うん、え、なんだろうね、いいこと。でも、うん、なんだろう、逆上がりになって変わってから、でも、うん、周りのじゃあ大人の人だったりとか、うん、そういう評価は上がってはきているよね。まあでも多分トークが増えたっていうか、うん、全員でできるようになったんで、あ、多分キャラ立ちがしたってのは大きいかなと思います。あと MC の部分でね、まあ、前いなかったメンバーだったんで。そうだ、喋れないとね、はい、めっちゃはっきりしてたもんね。そうなんですよ、パジャドラの時は、うん、そこは結構大きいですね。キャラ立ち、なんかキャラやっぱ大事じゃないですか。自己紹介だけだと分かんないもんね、メンバーとの絡みがあってからこそっていうのもあるんで、はい、MC。そうですね、梅ちゃんは、はい、前半後半はどっちの？前半ですね。お、誰がいるの前半？不思議ちゃんがいっぱいいるチームです、ね、誰誰？しおりかっこいいんだ。しおり、ゆまな、うん、かっちゃん、あ、はい、まいまい、めいめい、なお、あやちゃん。おお、なんかすごいね。そうなんですよね。そうなんだ、結構天然多い。確かに、なんかまとまらなそうだね。みんな他の話してそう。でもそうで、まとまり、うん、でもツッコミがめいめいとまいまいが結構主で、ボケばっかりじゃないですか。そう、そうなんですけど、まあしおりとかすごいことになったりもして、でも、ね、漫才やったりもしてるんで。あ、そうだ、かすみんと今の子、はい、うん、まあ、定番のものもあったりとか、うん、そうだそうだ、漫才やってたわ、うん、そうだ、前半チームだね、それが、うん、そんなんだ。あと、めいめいのツッコミは結構キレてるっていうか、まあ、キャラ、まあ、後半のがでもどっちか言うと濃いんですよ、多分。その8人以外だったら誰だ、あ、ミコニャンとかな、みんな、まこさんとか、みなみとか、りかちゃんとか、
あ、濃さが違うみたいな、なんて言うんですか、ズバズバいく系だね、みんな。はい、こっちふわふわしてる。そうだね、うん、かっこいい系じゃない、後半の方が。あ、そうですね、前半がかわいい系ってなったら、はい、そんな感じだね。だからなんかそういうのもある意味なんか2種類見れるみたいな。そうだね、だから面白いかなっていう。うん、チョコレートで決まったんですけど、これん、チョコレートで決まったの。どういうこと？赤と黒かな、なんかチョコレートの包みがあって、うん、なんか好きなの選んでいいよって言われて、うん、それ取った色で同じ色だったメンバーみたいな。へえ、多分似たタイプっていうの。そうだよね、それで決まります。どっちなの？赤？赤です。あ、やっぱそうなんだだよ ね、 赤ですね、多分そういうことだね。へえ、赤と黒で、はい、そんな決め方してたんだ。そう、そうなんですよ。すごいね、うん、なんかそれだったらちょっとわかるかもその前半のメンバーとか比べると。へえ、すごい。前半、そうですね、はい、そんな感じです。そんなのがあるんですね。